それではお待たせをいたしました、ここからはパネルディスカッションに移ってまいりたいと思います。ご参加いただくパネリストは日本福祉大学、影戸誠先生、放送大学、中川仁先生、兵庫教育大学、永田智子先生、信州大学、村松博之先生、 そしてコーディネーターお願いいたします園田学園女子大学堀田博先生本日のパネルディスカッションのテーマは ICT 活用による主体的対話的で深い学びですそれではここからはコーディネーターに進行をお願いしたいと思います堀田先生よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますえっ、ー、と5番の方を切り替えていただいてよろしいでしょうかあの今日は えー、ICT を活用した主体的対話的で深い学びというテーマでこの4人の、えー、パネルトの先生方にいろいろとお話を聞こうと思いますあの先ほど、えー、成果報告がありました、えー、特別研究指定校に4名の先生方私も入ってたんですが入られてていろいろな実践を2年間、えー、見てこられたと思います、まあ、その辺りを、えー、主体的対話的で深い学びと掛け合わせながらお話をいただけたらと思いますで、えー、アクティブラーニングを まあ、キーワードとしたあの研究女性の応募につきましては、えー、昨年度が、まあ、ここに示してます通り、えー、462件中136件とで昨今年度は384件中171件というふうに、まあ、比較的アクティブラーニングというキーワードが非常に多くの応募総数を占めてきたということになります。で来年度はさらにに、まあ、主体的的対話的で深い学びをキーワーワドにした えー、応募女性が増えてくるのではないかなというふうに思われておりますので、まあ、そのあたりについての考え方、えー、注意点それと具体的事例なんかを交えてお話をいただけたらというふうに思っておりますよくも無科学省でこういうふうな、えー、図紙がされるわけなんですがまあ,あの私も先ほどの研究の成果発表を聞いてましてその学習過程の質的な改善が、まあ、どのように実現したのかというふうなそういう 仮定ですよね過程であるとか、まあ、質的な部分の改善がより明確になればわ、えー、かりやすいのではないかなというふうな感想も持ちましたし、えー、と習得されたその知識とか技能が思考判断表現において活用されるというふうな一方向だけではなくてその中で知識技能がまあ更新されていくっていうんですかね再構築されていくっていうふうなそういう場面もやはり示されたらより良かったのではないかなというふうに思います。 文部科学省の中の学習指導要領の改善及び必要な方策についての答申の中にこういうふうに書かれております主体的な学びの視点っていうふうなものが、まあ、ここに書かれている通りのものなんですが少し、えー、要約してキーワードをまとめてみると、まあ、こういうふうな感じにまとまるのではないかなというふうに思っております、まあ、ですから、えー、それぞれの研究のテーマであるとか女性のテーマであるとかまとめ方であるとかそういうふうなものがアクティブラーニングであるとか アクティブラーニング主体的な学びとか対話的な学びをキーワードとするならば、まあ、こういうふうな点を僕は網羅していく必要があるのかなというふうに思っております対話的な学びについての視点についても同じようなことが言えてそれらをまとめますとこういう3点になるかなというふうに思っておりますさらに深い学びにつきましては言葉による見方考え方を働かせてっていうふうなところが、えー、追記されてるっていう点では これは注意を促さないといけませんし同じような感覚でまとめてみますと3つの点が出てくるのかなというふうに思っておりますまあ、その中でもこの真ん中に書いております創造的論理的思考の側面感性情緒の側面他者とのコミュニケーションの側面から やはり再興していくっていうふうなことが必要になるっていうふうに書かれてますので、まあ、その辺りその深い学びっていうのが単なる思考を深める思考をするっていうことだけではなくてその側面っていうものも捉えながら研究を積み重ねていく必要があるのかなというふうに思いました、まあ、その辺りも含めまして4人の先生方に2年間実践校に入られてその様子から今回私無理を申しまして えと事例のベスト3を挙げてくださいというふうにこれ順位をつけるというのは非常に良くないことなんですが、まあ、先生方が、えー、他の、まあ、学,校さん学校にとって非常に参考になるだろうと思われるものというのを順に挙げていただけたらというふうに思っております。それではまず 札幌市立の方に入っていただいた中川先生の方からご紹介をいただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。PC の3番お願いします。あの早速ちょっとあの後で怒られそうなんですがあの私順位というよりもねあの3つ挙げます。ただえっ、ー、となぜその3つを推薦するのかっていうところが大事かなと思ってその理由をまずちょっとあのお話をさせていただきたいと思うんですが。 主体的対応的で深い学びということを考えたときに3つ推薦理由を挙げたいと思うんですが1つは問題解決に子どもが追い込まれること追い込まれるっていう感覚がすごく大事学習場面で大事かなというふうふに思うんですねそして2つ目は説明するはめになるということです思わず説明しなくてはいけないそれから3つ目が ICT の話でいうと児童生徒が ICT に馴染んでるということですこれ単に使うということではなくてなじまなきゃいけない この3つを推薦理由として事例を3つ挙げたいと思っています、えー、まず1つ目が先ほどあの厚別東小学校で発表された福島先生の授業なんですねで、えー、とデジタルリーフへとブラッシュアップする場面だったんですけども先ほどご本人も言われてたようにあの課題がありましたと言われましたでもちろんその、えー、と授業終わってからいろいろと課題も出されましたがただこの課題も含めて非常に重要だったと思うんですねなぜかというとブラッシュアップをするわけです ブラッシュアップをするというのはアップなんですよねつまり初めの時点に何か子どもたちが課題を感じそれを直さなくてはいけない直したいそういう風にすること自体がこれブラッシュアップなわけですよねグッドとバッドがはっきりと自覚できなくてはいけない その自覚をどうやって子どもたちに起こすかということがまさに、えー、授業の課題になりそれが主体的対話的で深い学びを考える観点になったんじゃないかなというふうに思ったので挙げさせていただきましたもう一つはあの伝えるという、まあ、これは今回はデジタルリーフレットでしたけどね各活動として伝える場合もあれば話す聞く活動で伝える場面もありますただしこの伝えるときには 相手が誰なのか何のために伝えるのかそして何を伝えるのかどうやって伝えるのかこのバランスあるいはこれをどういうふうに意識させていくかっていうことが非常に重要でそういうことをいろいろと校内で福島先生の授業をもとに教員みんなでですね考えるとてもいいきっかけになったターニングポイントになったなっていうふうに思ったのでまず一つ目としてこの事例を挙げさせていただきたいと思ってます。 あと2つなんですが中学校から挙げていきたいと思うんですけども2つ目がですね宮古島の中学校2年生の外国語の授業なんですでこの授業では宮古島の観光地を講師の先生に紹介しようという授業でしたこれ講師の先生誰かというとネイティブの方なんですねでグループがクラスに5つありましてそれぞれのグループに担当のネイティブの方がいらっしゃって 1>, まああのえっと、1人は兵庫県にいて1人は岐阜県で1人はオーストラリアとか、まあ、それぞれいて、まあ、スカイプででやり取り取すするわけですねでこの日確か6時間目ぐらいだったんですがこうやってスカイプでやり取りをして、まあ、1人78分ですかね50分の授業で5人を割り算するとでなぜこの授業を上げたかというとまずびっくりしたのが私自身は公立の中学校2年生でネイティブの方と一対一で 一人残らず軽やかに対応している授業初めて見たからです。これ ECC やのはいらないじゃんと思いました。あのそれぐらい軽やかに一人一人をこう対応してるんですね。で対応していると言ってももちろん時々詰まってえどうしようかなっていう場面はあるんです。でその時にどうするかというと前の子が今ネイティブの子とスカイプでやり取りしてますが後ろ向くんですね。これな何言ってるかというとヘルプって言ってるんです。でヘルプの相手は誰かというとグループの みんんななんですねでちょっと拡大しますがこの男の子2人よくよく見るとこの白い線がたたっといきますけどこれはあの、えー、とイヤホンジャックですね仲良く一個ずつこう耳に入れて何か聞いてます聞いてるのは当然前の子がネイティブの子とスカイプでやり取りをしてるそのやり取りを一言一句逃さず聞いてるわけですで前の子が後ろ向いてヘルプと言ったら途端にですね今こういうことだぞとかこういうこと言えばっていうようなアドバイスをです、ね、瞬時にしていますですから結構これは えー、ネイティブの人と対応している1人よりもバックヤードの方がですねすごく忙しいんですねでこの資料を出すわっていつもいつヘルプ来てもいいようにやっているだ50分の授業が非常に緊張感にあふれた50分でこれを6回繰り返してきたとそういうようなことがあって、えー、すごいなと思いましたで何も私はあの、えー、外国語の中学校の授業にネイティブの人がいなくちゃいけないという短絡的なことを言ってるんではなくて。 先ほど言った一つの追い込まれる場面として先生はこういうセッティングをしそれがうまく生きて働く知識につながっているという例を見たからです。でこれが2点目です。3点目は鳥取県の中学校の先生理科の授業を挙げたいと思います。この授業は期待の正体を探ろうという授業で期待の正体は二酸化炭素なんです。で 何を今やってるかというとああ二酸化炭素だな分かった分かったでは済まなくてこの先生の授業の時はいつも事象を他のグループの生徒に友達に説明をするという場面が必ず入っています。なのでここのの子たちは隣のグループにこれ説明してる場面なんですねで二酸化炭素だという正体をどうやって手繰り寄せたかっていうんでホワイトボードこのマトリックス何書いてあるかっていうと奇襲事項なんです。で よくよく見るとこの小さい字でですね僕たたちは二酸化炭素と予予予測測測したってて書いいあるんんんでで、ねま、ですすすななねまだの出そこでどうしたかというとこの子たちは下に書いてるように自分たちでこれが決定だとなるような二酸化炭素だということが決定だとなるような実験を考えてさらにそれを実験やっては二酸化炭素だったではなくてきちんと後で説明できる場面をタブレット端末で取っておいて。 ほらねって示している場面なんですね。あのまさに新学習指導要領の理科の見方考え方のところに見通しをもって実験観察をするというようなことが書かれています。それをまさにこう、えー、具現化している授業だったなっていうふうに思ってこの事例を挙げさせていただきました。えさらにこの先生は、えー、これは他の授業なんですけどもねあのプラスワンということでお認めていただければと思うんですが。 あの3年生になったらこれ,これも金星の満ち欠けの事象を説明している場面なんですがそれぞれ他のグループに説明をしていますでもよくよく見ると下のグループはパソコン使って説明しています左のグループ教科書です上のグループ模型です右のグループ紙のワークシートを使っていますこれね同じ瞬,瞬間なんですよつまりそれぞれ自分たちが一番説明しやすいツールを使ったらこうなっちゃったっていうことなんです パソコンを使っているタブレットを使っているグループは1グループなわけで4分の1なわけですねつまりツールは子どもたちが選んで選択をしてそれを使うというような姿これがまさにツールなんでね最終的には馴染むためにはこういうチョイスが児童生徒自らできる姿というのがやっぱり一つのゴールなのかなというふうに思っています。 えー、繰り返しになりますが、問題解決に追い込まれること、説明するハメになること、そして ICT に児童生徒が馴染んでいること、この観点でこの三つの事例を選ばせていただきました。以上です。ありがとうございました。あの村松先生いかがでしょう。あのまあ中川先生おっしゃったことってまあグッドとバッドのズレ。 でそこに問題意識を感じるっていう、まあ、児童が追い込まれるっていう表現をされた、まあ、追い込まれる学習活動っていうんですかね要は必然性を感じて子どもが、まあ、タブレットである資料集である教科書であるみたいなものを選択することも一つでしょうし、まあ、そういうふうな学習活動の場面に子どもが追い,か追い込められて必然性を感じるっていうふうな実践っていうものを今、えー、推薦していただいたわけなんですがあの村本先生いかがでしょうお聞きになられて。 はい、あの今のようなその追い込まれるというのは本当にあのどの学校段階うんですかね学校をしとっても非常に重要だと思いますやっぱり子どもたちにとって課題にどれだけ切実感があるのか。 そうすると主体的にならざるを得ないですしそういう中から解決していくだけで自力で解決できないとなった時に自然的に対話が生まれていくので今ご提案いただいた点はとても大事なポイントかなっていうのを感じましたまあ自動化であるとか反自動化であるとか子どもがまあそういうふうに自動的に動くみたいな感じになってくるのかも分かりません。あのまあ中田先先生ののとところの堀江小学校が先ほど黒板を子供に渡そうといういな、 キャッチフレーズがありましたように、子どもが主体で動くための中川先生は実践を三つ挙げていただいたというふうに思います。続きまして、えっと村松先生の方からまあ中学校の事例なんですが、ベスト三をご紹介ください。はい、それでは一番でお願いいたします。えっと私の方はあの二年間関わらせていただきました大楽中学校さんのところから見て、お話になりましたけれどもこの中学校さんのですね。 あの各教室にこのように電子黒板があるんですがこれホワイトボードですよねこれが観音開きのように開いて電子黒板私は観音開き電子黒板というふうに呼んでるんですけどもここの第六中学校さんの研究の話も先ほどありましたけどもこのような形でプラスワンというのをポイントでやられていました一番特徴的と言いますかこの後との事例の話にも関わってくるのが 各教科の見方考え方を意識した。本質的な思考法という。まあ言い方をしていましたけれども。その。各教科で見方考え方、ここを大事にした教科の指導法だったというところですね。あの、先ほど中川先生のありましたけれども、今のまあ、新しい学習し走られます。このどのように学ぶかっていうところが。ここで言うと言語活動 I. C. T. の活用というのに取り組まれてきました。で、この六中さんがやられたのが。この思考力判断力表現力ですね。この部分に。 取り組んでいこうと。そうするとここで主体的対話的でっていうことが入ってくるってことですね。少しちょっと他の事業も拝見しあの見させて見、えー、見ていきながら。 ベスト3の話に行きたいと、えー、とこれは国語の授業ですかね、えー、と老人なんかでやってる詩を読解してるところですけどもこんな形でワークシートですねこれ生徒たちのワークシートがこのように書き込まれでそれをまた電子黒板とワークシートがこう連動しながら、まあ、そこにこう子どもたちのいろんな考えが書き込まれて議論が進んでいくという場面それからこ,うこれは社会化ですかね あの多角的にものを見るという,こう社会のこういう視点を大事にしようというようなことでそれからまあ対話的え主体的ということでまあこのこれは音楽の合唱の場面ですかねでこのタブレットを使いながら撮影してそれをこうねあの分析しながらこう見ていくなんていう場面もありました。 これは英語のあれですね、えー、とプレゼンをしているところですね英語で自分たちでプレゼンをしている非常にまあ生き生きとやっていました美、えー、美術の場面です、ね、美術のの場場面面ででですすねも作品鑑賞ですでこれは一見こうワークシートとこれだけなんですけどもワークシートをうまく活用しながら美術の作品をどうやって見るのかどうやってやればいいのかっていうこの観点を明確にしながらお互いの作品を、えー 相互に評価していくという場面ですね先生も主体的に体を張ってやっておりましたそれからですねこれは保健体育の授業でイメージマップなどを使いましてやってきましたオリンピックを成功させるためにですね小池都知事が見たらもう喜んでいただけそうなテーマですけどもこういうのにタブレットとでいろんな情報を集めたりしながら子どもたちがイメージマップをまとめていきそしてこれをまとめて発表していくというこんなところでした。ここここういういい中からゴールとととしたいところろんなところで出てまま ありました。それでは、えー、トップ3というところですね、はい。あ、一応あの効果音もつけて、すみません遊んでしまう。う理科での学びというところです。えー、とこの理科の授業であります。各種情報データをもとに科学的に推論し、対話を通して天気を予想するという場面でありました。 あの理科では,やはり科学的な思考というのが大事ですしかもそれを情報とかデータ実験結果等に基づいて分析していくで根拠理由をこう,う,うに抱えていますけどもこういうものをいろいろなこの学習場面であるいろんな場面でうまく使ってるということですね共通にワークシートを使われていました。 このようにタブレットなどの情報を元にしながら実際にホワイトボードを元にし中心にしながらです、ね、グループで議論してデータを元に科学的に推論し対話していった天気予報というのが出ていきましたここのワークシートでもこの理科なんかでも非常にいろんなワークシートを作られていたんですけど例えば比較検討するとこれはあの細胞の分裂のところでしたけども特徴を観察記録するっていうところなんですけども。 類似点点相違点を考えようそうするとこれは細胞以外のところでもいろいろ使えるじゃないかこういうようなことを積み重ねていくことでいろんな単元でも活用して定型化を図るなんていうことをやってきました、まあ、こういうものが非常によく行われたはこの理科だっていうことですね、えー、続きましての第2位とです音はもうやめておきますが技術課程での学びということですが今日ご発表いただきましたあの研究主任の先生は技術の先生なんですけども LED のセンサーライトってうですね でところが、えー、最初に私拝見した時は、まあ、このパワーポイントなんか子どもたちに使わせるとありがちなんですけども映像の効果のみに着目しちゃってこうメッセージが不明確なものであるとでじゃあもっとちゃんとした映像を分析したらどうかということでおすすめしたのが AC ジャパンですねこれはの社会的なメッセージ性明確なのでこういうものを分析してやってみようということでやりましたこれはの生徒さんのワークシートなんですけどもここで伝えたいメッセージは何か対象は誰なのかどんな工夫なのか まあこういうものを分析して、その上で自分たちはどんな人にどんなメッセージを伝えたいんだということをやってきました。このように分析から解決すべき課題を設定して、まこの要件を定義していくっていうのは、これはあの cm 作りに限らず物を作るっていう上で共通する。 基本的なな考え方なんですねこういうものを大事にしながら議論しているとで授業の中ではお互いの出し合ったものをですね、えー、このような形で紹介し合い総務に評価し合ったりディスカッションしながらやっていきましたある生徒さんはこう LED のライトで環境破壊をテーマに CM を作るとかですねそれからあのこの生徒さんは防災をテーマにしていくとですね、まあ、それの絵根底でございますそれからさらにですね光は人の心を動かす。 もうあのビフォーアフターじゃないですけど前のところと全くこう違っておりましたこれは最後の成果発表の時にこの CM 作品が流れたんですけども今日話もありましたように教科を複数の教官がこう連携しながら作られて非常に質の高い映像作品がありました。これを第ととしたいと思い思ます またこれ余談ですけどこの図書館とパソコンですがこの第六中学校さんはあの扉を開けると一体的に使えるというですね一体的なメディア空間というのも特徴的なまたぜひ機会があったらご参加いただければと思いますではえいよいよ最後でございます第1位ということですが私はあえて先生方の取り組みというのを挙げさせていただきましたこれはの校内での研修会での一番面であります えと最初の研究スタートした時ですね言語活動どうしようか言語話し合いの工夫そういうところに行った中で私はこの教科の本質的な思考を考えるこういうのはどうかって言ったんですね今アクティブラーニングが旬であるとだけども活動だけに着目しちゃって本当に生徒に力がついているのか話し合いの工夫大事だとでもそういう形活動だけに追われていないのか何のために活動するのかでそこで学んだことっていうのがまあ今の指導で言われている将来にわたって子どもたちにどう生きるのかと。 派手ででなくても生徒にに本当に力をつける研究をしようじゃありませんかということいいいこすねでいろいろ議論を進めました先生方になんと冬休みの宿題までお願いしてしまってこんなワークシートを作るなんていうことをやりましたしかしそこをですね校長先生のリーダーシップそして研究推進員の先生方の,あの非常に熱心な取り組みによって先生方がどんどんこう議論を重ねてさまざまなワークシートを作られてきましたそういうものの成果がですねこのうもう体を張って授業をされたりとかですねそして こうあの生徒たちの笑顔があふれる対話的で非常にいい事業につながっていきました。研究成果の発表会でも各事業を小さく分けて、で参観者の皆さんたちと対話的にやっていくというものがありました。こういう事業がまだあの展開されております。えー、私はですね、主体的対話的で深い学びの実現には先生方自身が主体的対話的で深い研究をすべきじゃないか。まあ、そんなことをこの六中さん。 の2年間から学ばせていいたたただきままましし以上でありますありりすがとうございました、まあ、学習の活動だけに追われていないかっていう課題から先生方が見方考え方を生かした教科指導法の研究にまあ取り組まれた、まあ、その成果をえ逆にまあ1位に持ってこられてましたけども2位3位あたりでご説明いただいたかというふうに思いますそれではえと大阪市立の堀江小学校に入られていました永田先生の方からベスト3をご紹介ください。 えーと私の方は大阪市立堀江小学校の方に入らせていただきましたこちらの学校は平成27年度8年度が特別研究指定校でテーマがまさに ICT を活用した思考力判断力表現力を育む授業の創造ということであと 共同学習を通してということなのでまさに ICT を活用した対話的で深い学びということに取り組まれた学校だということでこちらで実践されたことをご紹介したいと思っています。あと主体的でっていうのは抜けてますけど先ほどあの実践校の報告からありましたように。あの 生徒に黒板を渡そうということをスローガンに掲げておられたので、その点も含まれてはいるのですけれども、研究テーマとしてはまこういう風に対話的で深い学びっていうことが行われていたかなと思います。あとベスト3っていう風にあのおっしゃられたんですが、私はこう言い訳をしながらですね、ベスト3と言いますか、もうとにかくこの堀江小学校では ICT を活用した対話的なであの。 深い学び、思考力判断力表現力を育むような授業っていうのがまあ至るところで行われていてどれがベスト3って選ぶのかが難しいなと思ったのでとりあえず先月行われたあの公開授業の中からその該当するものの3パターンをご紹介するというような形にしたいと思います。まず1つ目のの授業なのですが これは6年生のの社会での様子です今回は学習はその幕府はどのように大名を支配したのだろうというテーマで今やっているのはその下の考えるっていうので各地の大名の思いっていうのを今児童たちが一生懸命考えているところです。で勝手に考えよう で思いを考えてはいるのですが適当に推測しているわけじゃなくて根拠に基づいてこれこれこういう資料にこういうふうに載っているからこんな思いを持っているんだというふうにしているというあたりですね ICT の活用としてはとにかく今考えの根拠となった資料を探してその部分をタブレットのパソコンで撮影をしている。 というところになります。で、深い学びの要素の一つとして、あの情報を精査して考えを形成するというものがあります。なので、そのいろいろ教科書に載っているその資料の中から、どれが一体この大名の思いを表す資料になっているのかっていうのを精査しているというところになります。 でさらにこれはまず最初に個別で自分の考えを形成し、次にグループとかで話し合って、でさらにその後ではあの学級全体でもこう意見をあの交流していくということです。ここで対話的なで深い学びというのが実現されているのかなというふうに思っています。でここで何をやっているかと言いますと、その発表者っていうのはその考え今後ろに

電子黒板ののところに赤いい丸がついているのがてるわかるでしょうかここに根拠がありますっていうふうに説明をする時に印を赤い丸で印をつけたり線を引いたり文字を書き込んだりアノテーションしながら発表をしてより分かりやすい説明をしているということです。 でそれでこう自分の考えを発表し友達の考えを聞きっていうことで友達の考えと比較関連づけて自分の考えを全員で広げたり深めたりしているというそういう場面が見られました。でこれがあのもう えっと7月の段階での授業なんですけれども、昨年度2月見た授業になりますと、さらにもうここには先生は登場しない、ほ,ほぼ登場しないで、もう子どもたちだけでこういうやり取りをどん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 するようにあの主体的な学びをしているという場面も見られました。で、この学びがあのいきなり6年生になってできるかって言うとそういうわけではなくて、ここはあのもう タブレット入って5年目この子たちは5年目になるのでもう使いい慣れているんですよね。でその,様子あのプロセスが分かるんですけれども、えー、と3年生の授業でももうほぼ同じような感じで、えー、とやっぱり手元のところで子どもはあの児童が操作をしながら、えー、線を引きながらみんなに説明をしているなんていうことをやっています。 3年生でもでできるとということですでさらにはこれ、えー、と1年生でもですね、まあ、1年生はさすがにあの印をつけながらっていうのはできないその場でっていうのもできないので前に出てきて説明をしているのですがそして印をつけるのも初めに自分で印をつけてから発表はしているのですけれども自分で写真を撮ってこの部分を発見したよっていうことを丸印をつけてそして それをみんなの前で発表するっていうふうに、こう発達段階に応じた使い方をしじつつ、どん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 あの使い方がこうグレードアップしているというようなそういうふうな姿が見えました。これが一つ目の事例ということになります。えー、と次二つ目の事例ですが、総合的な学習の時間で減災を考えようということで。 調べ学習をした成果をグループで発表しているところです。これはよくある感じで発表を聞いて自分の考えを発表するっていうことと発表を聞いて自分の考えを広めを深めるっていうことなのですが先ほどの報告でもありましたようにこの学校での特徴はルーブリックっていうものを設定しています。先生がこののようにに授業の前に 目当てだけではなくってどこまで行ったら一重丸でさらに二重丸になるにはこうしたらここまで行けば二重丸だよっていうことをお互いに先生も児童も共通理解をしてそこを目指して学びを深め合おうということに取り組まれているというところが非常に興味深い堀江らしいやり方だなというふうに思っています。なのででこちらでは単に 発表するっていう発表するとか交流するっていうところだけじゃなくてその交流したことを受けてさらにそれで自分の考えを持つことができるというところを目標にしているっていうところが深い学びに対話的で深い学びを実現しているのかなというふうに思いました。 あと30秒で終わってしまうのでどうしようかなと思っていますが <laughs> 3つ目の事例としてはですねプログラミングが始まりましたというところでここはグループで協力しながら試行錯誤しながらこの車をですね MBOT という車を動かしているという様子です。ここでちょっっと興味深かった対話っていうのが あのここなんですけれどもそのリアルな掲示板を用意しているというところがちょっと面白かったですねあのこうしたらいいよとかここ困っているよみたいなのを掲示板を作ってそのグループ内だけでの対話じゃなくてグループ間でも協力とか試行錯誤しながら問題解決をしているというところが見られましたということですみませんちょっとだけオーバーしましたが、はい、事例3つ紹介を終わります、はいありがとうございました。あの まあ児童の論理的思考を育む学習活動というのをこういくつかご紹介いただいたというふうに思います。まあ、そ,の中あのそれとは別にルーブリックのようなものを目標を提示して子どもたちがそこを選択する中川先生が児童が追い込まれる学習活動必然性を考える感じるというふうにおっしゃいました、最初に。それ のとこととこ重なると思うんですがまあルーブリックみたいなものを提示しておいて子どもがそこの目標に向かってこう進んでいくみたいな活動というの中川先生あ他にも事例がいくつかあると思うんですがそういうルーブリックを活用した学習の活動そこで追い込まれていく子どもの姿みたいなものがありましたら事例というよりもねやはりあの何て言うんでしょうかねあの 先ほどのようにね説明する羽目になるとか追い込まれていく時の、まあ、その着地点をね児童が一人一人がある程度今日の活動でどの辺がどうなるのかっていうことを意識的にするにはとてもいいですよねルブリックっていうのはねただあのもちろん何、えー、て言うんだろう使いすぎには注意ったら変ですけどもやりすぎるとそれが目的になってしまうのでそこら辺のねやっぱりあの 落ち着き先は考えていかなくちゃいけなくてでもあの今長野先生が紹介された学校では非常にいい塩梅でそういうものをこう活用されてるんじゃないかなという感じが先ほどの発表も受けて思いました教科とか単元とかルーブリックが適しているようなところがあるかというふうに思います加藤先生どうでしょうルーブリックなんかを活用した先生高校で行かれてるわけなんですがそういうふうな事例みたいなものでございますでしょうか はい、あの、た、確かにルーブリックっていうのを積み重ねると。どういうふうに人に伝えたらいいかという、この、そういうこう自信を得るというかね。材料がきちっとこう定着するので、その点では高校でよく使いますね。村松先生、どうですか。中学校なんかでも、同じようなパターンがあるかと思うんですけど。そうですね。あの、今やっぱり、どこの学校さんでも、このつけるべき力、とりあえず、あの、新しい学習指導料が出てきてから。 今のルーブリックのような考え方ってのは非常に重要視されてきているかと思います、はい、そういう意味では次年度なんかの研究、えーとまあ、応募テーマの中にもルーブリックみたいなものをこう学習指導要領とかね合わせてやっていくというのもヒントかもわからないと思いますそれでは4つ目かけ、えー、と加藤先生の方から東モズ高等学校に行かれている実践をご紹介いただけたらと思いますはいそれでは PC のあ4番映ってますねあの 我々あのみんなあの日本教育工学会というところが来て三間先生があの副会長で鈴木先生が会長なんですけども我々本当にこの現場によく足を運ぶんですねでこの1週間で私3か所大阪とか名古屋とか行きましたけどもでいろんなアイデアがこう出るんですけどもやっぱりアイデア今日はスカイプ使ったりとかループリ使かたいろんなこうアイデアが出るんですけどやっぱりきちっと 抑えるべきこことととは何かということなんですけども、まあ、例えばラーナーセンターとであるとかあるいはインクリアリル・ベースト・ラーニングとかアメリカオーストラリアかの概念があるんですがそういう,こう普遍性というものを明らかにしていくというのが、まあ、学会の役割かなと思ってそういった意味では今日中川さんがいきなりもう見事な概念という、まあ、思考の外科ということを 大和言葉で言うとどういう言葉になるんだろうと私ずっと考えてたんですけどもさすがにすごいですね説明するはめになるまさにこう概念の外科ですね僕これ一つが授業の中に埋め込まれればまあかなりいいじゃないかなという考えを今思ったわけですけどもちょっともうお疲れだと思うんでちょっとこうあのいろんな写真を見ていただきたいんですが。 うちの学生がまあカンボジアとかいああオッケーオッケーはいすぐ <laughs> はいで例えばこれプロジェクターがないということなんですねプロジェクターがないところで日本教育工学会は何をするかというとやはり紙に書いて説明するということのクオリティとプロジェクターがあるクオリティとはどんなに違うんだろうというようなところを話をしていくそして NHK とも協力してもらって、英語教育、音を入れたらどういうふうに変わるんだろうということをサポートしながらですね、我々が今取り組んでいるアクティブラーニングの良さというのは一体どんなんだろうという、こういう,こうウォッシュバックの効果を狙ってですね、いろいろやっております。フィリピンなんかもこういう感じでですね、学生が行ってですね、いろいろお手伝いをして、日本からもサポートしながら遠隔で講義をしながら、なぜならば みんながきちっと自分の意見をしっかり言うということをやらないとやっぱりグローバリズムワールドピースこういうところが発展しないんじゃないかなということも考えてやってきてるわけです。それであの3つベスト3ということですね1番じゃないといけませんかとすぐ言いたくなっちゃうんですけど、えっとまあいろんな学校を見てきたんですけども とにかくこの頃は本当にこれ岐阜県で SGH スーパーグローバルハイスクールスーパーサイエンスハイスクールスーパープロフェッショナルハイスクールという高校の生徒たちが集まってですねこう意見を寄せてですね仕掛けとしては説明する羽目になるようにいろいろ追い込んで展開をしてるわけです。でベスト3の中の一つが先ほど発表にありました東モズなんですけども。 いいいろろろんな工夫がこうあるわけですすねいろいろやってますしかしそこにあるのはやっぱり一人一人がトライアルズ・エラーがきちっと設定をされているということそして学習内容と説明をしたらこう生徒とのインタラクションをきちっととっていくというそういうところでこういうソフトウェアをきちっと使われているということです。 で主体的に事実的にに実やるとということで私この東モズを見てたんですけども生徒が主体的になると学習ももちろん深まってきますけども日常生活も校長先生は変わってくるという主体的っていうのは誰も見てないところで自ら判断するそのいろ,んないろんな力が身につくということが特に出身期である高校の時には高いかなということを思いました。でこれはあの同じく、えー 平成29年度の女性校なんですけれども、大阪市立東高校。えー、昨日行ってきましたけれども。あの。要するに、こう論議をする。いわゆる、えー。説明をする羽目になるというのを、国際的に展開しているわけです。これ英語でやり取りをしてるんですね。で、日本のグローバルについて、どう思うかとか、こうやるわけです。で。そういうことを積み重ねて。 先輩がいろんな事例を作ってきま,まあテーマはあるんですけどもこういうふうにアーティフィシャル・インテリジェントでご覧になったら分かると思うんですけどもプロソディであるとか1分間に120ワードであるとか。 こういうことを国際的にシェアしながら発信力を高めていくこれは一行ではなかなか身につかないということではないかなと思っています。こういうい事例がありましたで最後に一つですけどもこれはあの私の支援に入っている大仏市の学校なんですけども。 だいたい分かったを超える深い学びであるとかビッグデータを使おうとかこういうことを大節教育委員会は展開をしてますで結局あの中川さんの話も聞いて我々が日頃考えてるのはこういうアクティブ・ラーニングモデルというのが一つあるんじゃないかな課題がしっかりつかむつかまれるというかそこで、えー、と追い込む。 ということころ、そして対話的な学びというものがあって、これ主体的学習ですから。一人,一人の負荷のかかり方が、授業の展開場面でいろいろこう展開されてくるということです。これ大部署の事例です。見てもらったら、わかります。課題。試行錯誤。外貨。で、これは最後の。 画面ですけども結局それらもブルームズのタクソノミーという学習理論からいくとやっぱり日本人の一番弱い外科というところ中川先生がおっしゃったその説明する羽目になる主体的に考えてアウトプットする羽目になるような授業展開でがなされるとやっぱり黒板が生徒児童の側に渡るんじゃないかなと考えます以上です。 ありがとうございました、えっと。中川先生の言われた説明する羽目になる。 っていう言葉が何度も出てきましたけど中川先生あの武藤先生がね学習活動にまあ制限をつける制限の中で学習させるっていう、まあ、例えば1分間に何ワードのプレゼンをしなさいとかっていうことを言われてたと思うんですが、まあ、それが先生中川先生流で言うと説明する羽目になるっていうふうな学習活動とニアリーイコールだと思うんですが、まあ、そういうふうなお話を聞かれて制限するっていうんですか子どもたちの枠を決めといてその中で制限させることの良さと。 まあ逆にそれがこう弊害になる場合もあるかと思うんですがそのあたり先生どうううお考えででしょうかそうですね先ほどの,あの3つのキーワードで言うとむしろあの追い込まれる方に入るんじゃないかなってその制限をつけるというのが3つ選びなさいとか。 100時でやりやりままししょょううととかか分以内にやりましょうとかやっぱりその中でどうやってまとめていくかっていうのは制限されるとせなくちゃいけないものが出てくるどう捨てるかっていうことを体験的に学ぶことだと思うんですねでも今堀田先生が言われたようにいつまでもそこにとどまるとその枠でしか今度はできなくなってしまうのでそこをどういうふうにねこの補助輪を外していくのかっていうのがまさに 教師の方の方見通しなななんじゃいいいかううふうに思いまする先生同じようなことが例えば思考する過程みたいな考えるような過程っていうのをある程度パターン化しといてこういうふうな手順で考えなさいっていうふうなパターンを子どもたちに与えかつそれがいずれ子どもたちの思考が進んでいくとそういう学習枠を何度も繰り返していくとそこが外れていくっていうふうにで自分の中でこういうふうな過程の方が思考がしやすいんじゃないかみたいなことを感じるっていうことと近いんでしょうかね。 うんあのー、私よく脱型って言うんですけどねやっぱ教師は脱型を意識していなくちゃいけないそれを意識した上での型でないといつまで経ってもそこでおしまいになってしまうそれをいつ外すのかどう外すのかそ,それこそが一つそのカリキュラムマネジメントの一端でもあるんじゃないかなという感じがします村間先生中学校ではどうでしょうそういう型みたいなものを子どもたちは小学校で習得してある程度中学校に上がってきたりするわけですよねそこを脱まあ 脱却するっていうふうな意味合いでいくと中学校ではそういうふうなことは実際行われてるんでしょうかあの最近のですと例えば思考ツールだとかねいろんな学校さんでやられてるんですけども先ほど中川先生言った型っていう話で言えばあのどうしてもこう分かりやすいのでその型に非常にこだわってってとにかくその逆に言うと型ができればいいっていうようなあのそういうところに陥りがちな、まあ、そんなあのあの授業とか事例なんかも私もいくつか見てきました。 でそういう中でじゃあ先ほどその「脱型」っていった時にどうやって抜けていけばいいのかこれはやっぱり先ほどの「追い込まれる」じゃないですけども子どもたち自身がそういったいろんな思考を駆使しないと解決できない乗り越えられないような課題が設定されるというのが非常に大事かなと私はあの専門的に技術なのでそういうものづくりとかいろんなのまあ見てやってるんですけども割とそういったいろいろ作ったりなんていう活動なんかだと。 制約があの条条件ですとかそういうような条件がつけられやすいんですね。そうすると途端に子どもたちは先ほどね捨てなくちゃいけないでいろんなこう思考が必然的に必要になってくる。そういった思考が必要になってくるような課題設定、それがあの肩を出す方のあの一つ大事な条件かなと中学校とか学年段階が上がれば上がるほどそこら辺はより必要になってくるようなあの捉えをしています。ありがとうございます。あの 研究助成に、ね、応募される先生方にとってはその方がわからないがために肩を求める、まあ、研究の中で肩をこう定義するという言い方がいいか分かりませんで結果まあ2年間1年間そういう研究を受けた後ではその方から徐々に外れていくみたいな経験をされると思うんですけどやっぱりそういう経験が永田先生必要なんでしょうかね <laughs> そうですね。そうですね。って言うしかない感じなんですけども <laughs> はい、あのやっぱり一定の枠をあの学習,学習学習学んでいくとで、次あの課題がこの制約のこう不自由さを感じてくるので、次じゃあこうしたらいいんじゃないのか。っていうところのブレイクスルーが出てくるのかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。そしたらえっと私もベスト3。なんかベスト3を私がしてくださいって言ったんが。 悪かったみたいな話に先からなっているんですけど、えっと、ベスト3を、えー、私の方で5番の方の切り替えをお願いします。えっと、度小学芦屋市78校しか小学校がない中で、えっと、まず私行った時に研究指定を受ける前に子どもたちに育てた力っていうのがありましたでこれ制、まあ、度小学校の話す聞く話し合う10か条っていうのをこれ低学年なんですねで、えー、中学年 中学年で、えー、高学年っていうふうにそれぞれ、まあ、こういうふうに定められてる、まあ、これってよくあることなんですよねですけどこれらの力が、まあ、ついてたということなんですよほ本当にっていう言い方よおかしいですが、まあ、ついてたっていうでこれはまあ学習場面の一つなんですが子どもが授業をしてるんですね、まあ、先生はもちろんサポート役なんですが子どもが、えー、進行を進行ですよね授業をしてるっていうか進行してるっていう風な授業が、まあ、多く見られる場面がありました。で 研究指定のの終了後に市内、まあ、78校しか市や市内ありませんので制度小学校が中心に、まあ、こういうふうな課題を受けていろいろ研究をされたっていうふうに先ほどご報告があって一つがその16の言語活動とその定義っていうのを言われましたまあ、ですけどこういうスキルと僕は学習活動ってみたいなものが見えるようにしていかないと、まあ、スキルを 比較するであるとか分類するですとかそういう風なスキルを子どもたちに習得させるみたいなことはいいのかわからないんですがこのスキルはどの場面で使うのかっていうことを子どもたちが学習場面と合致して適合して分かっていく必要があるんじゃないかなというふうに思うんですねもちろん教員側も授業を設計するときにそれが理解できないといけないっていうことになるかわかりません例えば一つがそういう風な思考力とかの育成と言語活動の充実で言えば こういうふういふな体験から感じ取ったことを表現するであるとかっていうふうななんかくくりみたいなものを市内の学校の先生方には提示していく4番目の情報分析評価し論述するところでは先ほど景と先生が制限するっていうふうにおっしゃった中の一つか分かりませんが戦時で自分なりの考えをまとめるみたいなことを、まあ、繰り返し繰り返しやっていくみたいな活動がこういうふうな 16の言語活動のスキルみたいなものを生かせる場面にもなるんじゃないかみたいな学習活動とのリンクみたいなものをしっかりと検証していかない伝えていかないとなかなかそれが制度小学校しかできないような形に制度小学校でしか見えないようなものになっていくのかなというふうに思いました。ももももううつ効果的なな ict 活用というふうなものもこれも まあ5つの学習場面を言われてるんですが学習活動っていうんですが具体的な活動と照らし合わせるっていうことも必要か分かりません。これ中川先生がやられました授業がもっとよくなる電子黒板活用のところのまとめのところに書かれているようなものなんですがまあこういうふうなところとこういうふうな場面というふうなものをちゃんと教員側がリンクできてるのかどうかみたいなところを聖堂小学校の え先生方がやっぱり伝えていく僕は役割があるのかなっていうふうに思いますさらにえ文部科学省さんの方で出ているえこれは有識者会議の中で出た資料でしょうけども ICT 活用の効果的な事例の共有共同するみたいなこの簡単な言葉で書かれているものものようなものをちゃんと学習場面との学習活動とのリンクっていうのを僕はやっていかないといけないのかなっていうふうにえ生徒小学校さんの 課題としてて挙げさせていただけたらと思います、まあ、だけどそういうふうなものを先ほどもご紹介いただいたような、えー、単元別のデザインシートであるとか、えー、本日作りのデザインシートみたいなものをちゃんと蓄積をされているんですね。で,、まあ、ですけどこういう学習活動の改善をどのようにしていったのかっていうその過程っていうのを我々は我々っていうか芦ア屋ア市内のい 学校さんは知りたいということになるのでその過程のみたいなものを先生方がこれから各市内の学校に、ま、回っていって、まあ、伝えていくということが必要になるかなと思いますちょっと長くなりましたが私のベスト3も中川先生紹介してよろしいですか,あよろしいですかそれで1、えっと、つ目ですが主体的な学びのところで先ほど、えー、私申しました 子どもが、えー、自ら自分の学びや変容をみとって説明したり評価したりできるようになるっていう6年生の社会科のお頼朝のこういうふうな政治的な、えー、ことについての、まあ、ジグソー学習みたいなものを先生方がやられるもちろん子どもが、まあ、司会を役をやったりするんですがでこういうふうな4点について頼朝の政治について、まあ、いろいろ調べていこうということで資料集を。 え使いながらもちろんタブレットも入れながらいろいろとこう議論がジグソー型でえーやられていくんです、まあ、1時間だけではありませんが最後に頼朝のレーダーチャートを作ろうというふうなものがこういうふうに書かれるんです。まあ、本拠地、地関係、外交、地方組織、えー、人柄みたいなものを、まあ 自分なりの評価をしてていくっていうまあこれ評価してるところなんですがで評価してるところからまた議論が行われていくっていうまあ俺はこう思ったけど私はこう思ったけどみたいなことを、まあ、みんなで話していくっていう自分の評価を最終的に、まあ、みんなで語りながらその評価にはこういうふうなものが、まあ、5分ぐらいでババッと書かれていくみたいな,なんかそういうことが授業の中で行われている自分の評価を再度まあ いろんな形で可視化をしながらそれをもう一回議論する、えーまあ、その中でメタ認知も起こるでしょうしそういうふうな展開っていうのが制度書の中では一つ良かったのかなというふうに思いますもう一つが、えーと「深い学びの視点」って書いてますがまあ、子ども自身が自分の思考過程をたどって他者とのコミュニケーションの側面からどのように捉え直したかみたいなところなんですこれもう6年生の算数です、えー、みんなの納得させる数値を導き出そうということなんですがまあ あのボールを投げていくっていうふうなことに対していろいろとこうえ15メートル未満の人は横投げ OK とかまあそういうふうなものを比較していきながら誰と誰を順番に送り出していくと勝負に勝てるかみたいなことをえ4つのグループでえーそれぞれこうグラフを表しながら順番を変えていく投てのえ今までのデータからこの人1番目にした方が勝てるんじゃないかみたいなことを他,人の,他のグループとの グラフ実は、ね、そういうふうな議論の場面を通して自分のところはこういう投げ方順番で投てきをさせていくみたいな戦略を練るっていうふうな授業な、まあ、リアルタイムに他のグループの情報がこっち側に入ってきてかつ自分たちのグループの中でもそれらの戦略が瞬時にこう変わっていくみたいなことを、まあ、実際にやった授業だということなんですね。で最後が3番目なんですけども えっとこれはまあ対話的な学びここにまあ本を通して作者の考えに触れ自分の考えに生かすというふうに対話というのがまあ人との対話だけではないということの一つなんでしょうけどもこれ、幼稚園なんですねこれ愛媛県の幼稚園の子どもが遠足に行った後に遠足で撮った写真をぐーっとこう見ながらいろいろとこう語り始めるんですで。最終的にはこういういうな 遠足の新聞を作っていくんですけども、まあ、そういうふうに語っていく時にこうタブレットで自分が撮影した写真を延々こう見ながら園長先生にこう喋りかけていくっていう僕まあこういうふうな場面が小学校の低学年でも行われると思いますし今神戸市はえと教員に幼稚園の公立の教員1人1台タブレットを配布してるんですね。 でまあ、もちろん延無用ということもあるんですが、まあ、そういうふうに一人一台のタブレットが教員側に配置されていくと、まあ、そのタブレットを持ち寄って子どもたちが遠足に持っていくとかいろんな活動に使えるっていうふうなこともあったりもします。まあ、そういうふういいふな意味合いで僕は子供が 対話するっていうところがタブレットの中の写真であるとか映像であるとか、まあ、そういうふうなところの対話っていうものもちょっと3つ目として取り上げてみました。で最後が教員間の教え合いっていうことなんですがこれ制度小学校の先生方、えー、公開授業をしている最中に、えー、それぞれ、えー、写真を撮りながらそこに、えー、こう指でこう文字を書いていったりするんで研修の時にはそれらが全部共有されていくんですね。ですから まあ、ICT のこう指導力の部分教員側の指導力っていうのは授業研究の中で育まれてるっていう、まあ、なかなかそういうふうな研修も十分に取れませんので時間が、まあ、研究授業自体をそういうふうにしているというふうな事例の一つです、まあ、あのちょっと私の方少し端折りながらお話をしましたが、えっと、4人の先生方のお話を聞いて、まあ、ちょっとこういうふうにまとめさせていただきましたあのこれれれはまあ研究受受けけららるる先生受けておられる先生生ててお方にとっても えー、審査員である先生が審査員でもある先生方がま感じられたベストベストな事例の一つだということの中身がこういうことですのでまあ、こういうことを研究テーマの一つに女性のテーマの一つにされるっていうことも僕はいいのかなと思いますまたあの先生方のご発表を先ほどの特別研究指定校の成人性方のご発表を聞いてて。 ICT の効果的な活用だけではなくて授業改善であるとかそこには必ずエビデンスが入っていたり成果物があるというふうな特徴も私はあったかと思うんですねでそういう意味合いでは何かの成果物が今後そういうふうな ICT 活用をしていく学校にも影響を及ぼすという点で授業だけの評価ではなくてその波及効果みたいなものも考えられた研究設定が必要かなというふうに感じました残り15分なんですがよろしいでしょうか えっと、今後研究テーマとしてどういうふうなものがいいのかこういうふう今までまあ、えー、アクティブ・ラーニングを含めて、えー、主体的で対話的でこう深い学びみたいなものが来年度も多いんじゃないかっていうふうに言われている中でこういう研究テーマにしたらひょっとするといいかなっていうところを四先生に少し、えー、意見をいただけたらというふうに思うんですがもうスライドはないですよね。 ありますかね村松先生の方からそしたらお願いしたいと思いますはいえっ、ー、と研究テーマとして何がいいのか先ほど堀田先生の方からもいろいろ整理をいただきました私ちょっと違った観点から一つ提案させていただいてもいいですかね私は中学とか高校なんか中心にさまざまな学校行くんですけどもさまざまな研究いろいろ取り組まれた授業やってるんですけどもでもいろんな面もマスコミで報じられてるのに先生方やっぱ大変なんですよね すごいい時間がなくてそういう中で一生懸命やた私たち ICT は新しい学びを生み出すそういう可能性とともに従来のいろいろなものを改善するというそういう業務改善じゃないですけどもそういうことって十分あの役に立つもう一個の側面があるかと思います、まあ、そういうようなことから例えば先生方に余裕を生み出すための ICT 活用とかですね 子どもの学びとは少し違った角度ですけどでも学校現場で今切実な問題になっているそういうものに切り込むというようなそんな観点があってもいいかなっていうことでちょっと提案させていただきますもし中川先生が審査員だったら先生に余裕を生み出すような ICT 活用みたいなテーマっていうのはどうでしょう面面白いいいや面白いいいいとととと思ますななんででかかっって言言たたううね冒頭で今日ホッタ先生が言われたようにに来年になると 進学習指導要領完全実施に向けてもっとテテーーママがが同じよううなテーマが被ってくると思うんですだからその時にやっぱり違った切り込みを見せていただかないと我々審査員みんなそうですけどもたくさんの審査を受け持ちながらやるわけですのでそこに何どんなキラリと光る切り込みのテーマなり 活動が入っているかなってやっぱり見方をするので、そういう意味では今の村本先生のようなね。あの切り込みっていうのは面白いなと思いました。はい、永田先生、どうでしょう？研究テーマ。はい、先生の思われるこういう研究テーマがあった方がいいんじゃないかというやつ。そうですね。これっていうのがあるわけじゃないんですけど、考え方としてあの？ まあ次期指導要領ででは主体的的対話的で深い学び今やってるパネルディスカッションで行っているようなテーマっていうのは必ず出てくるしあの魅力的だと思うんですけれどもやっぱり一個一個のキーワードが大きすぎると思うんですねあの主体的な学びって何とか対話的って一体何だろうっていうことで今までは共同学習だったはずなのに急に対話になっちゃったなとか。 何と対話するんだろうとかっていうこともあるし深い学びも、えー、と見方考え方を働かせるんだとか問題解決なんだとかもっと細かい桁のことがいっぱい含まれている気がするのでもっと焦点化をしていくっていうことがあの大事になっていくのかな単に抽象的にあのうちでは主体的なで対話的な深い学びしますだけではもう通用しなくなってくるかなっていうのが一つですね。 あともう一個はやっぱりそれぞれの学校の特色を生かすとその,キラリとしたものにななってくるのかなと思いますで、まあ、すごく文化的に特徴のある学校だったらやりやすかったりするかもしれないんですけどそうじゃなくてもあの何でしょう例えば堀江小学校なんか特にあの取り立ててこう何か特徴のある学校なわけではないんですけれどもでも研究を 実直に積み重ねていってそこからこうやってきたところから次の課題やってきたところへ次の課題っていうところでその学校なりの特色っていうのが見えてくるかなと思うのでそういった学校のまあ特色というか積み重ねから何か見えてくる課題っていうふうにするとその学校ならではだなっていうことが出せるのであのいいテーマになっていくのではないかなというふうに思っています。あの もし私が応募するとしたらねそのキーワードが小さいと不安に思うと思うんですよやっぱりアクティブラーニングであるとか深い学びであるとかっていう言葉を入れる方がなんかこう応募する側からしたら安心で小さい桁にしてしまうとなんかこうそれがずれてたら。 それがずれてたっていうことおかしいんですがそこがちょっとこう審査員からに引っかからなかったらもうそこで切られてしまうだけど深い学びっていう風なちょっと大きいテーマにしてるとどっかがかかるんじゃないかみたいなところっていうのがあって実際堀江小学校さんも黒板を子どもに渡そうみたいななんかとてつもないテーマになってるわけですねそういう風なキャッチフレーズみたいなものもあった方がいいのかな聖堂小学校さんなんか芦屋発なんですよ芦屋発。ア の課題解決学習みたいななことなんですねいつもの授業にプラスワンっていうふうに村松先生ところも言われてたようにやっぱキャッチフレーズみたいなものの中にそういう小さな桁をあごめんなさいキャッチフレーズは大きくしといても小さな桁を中に入れていくみたいなことをしっかりとキャッチフレーズも大きいは中も大きいはだといけないっていうかけと先生どうなんでしょうかねそのあたりは。あの全く同感です。<laughs> ええ あの実は私たち5060読まなくちゃいけないんですね短期間に。でやっぱり一生懸命書かれたから丁寧に読もうとする時にやはりこうビシッと何がコアメッセージなのか何がコアメッセージなのか分かるような企画テーマが欲しいとそのためにはやはり大和言葉キャッチーな言葉が必要だろうとそれでそれを頭に置きながら部分を読んでいきますどういうふうに変容するのかそういうことからいくと最初にガッと向かうパワーを テーマからいいいたただきたいというのが心情ですキャッチフレーズが大切か分かりませんね、まあ、あの違,う違うか分かりませんけど中川先生いかがでしょうそしたら研究テーマとして何がいいのでっょうかまずね、えー、と私もあのさっき先ほどから「きらりと光る」とか言ったんですがただその前提としては先ほどまさに木原先生と長谷川先生があの明瞭簡潔にまとめてくださったあ,のあそこの観点っていうことをやっぱり大事にした上で のの話なのでねあの,ぜひあの先ほどの話はあの参考にしていただきたいなと思うことが1点とそれからちょっと違った観点で言うとね先ほどあの加津先生かな大府市の教育委員会の話あすごく面白いなって出してるんでしょうかねもう研究校っていうかあれ女性になってのあ出してるああ言ってるいや素晴らしいなと思いましたつまり教育委員会がそれぞれの何かその独自のねやり方アプローチをこう頑張ってる。 あるいはこういうところが課題なんだそれをなんとか乗り越えたいそういう事例がたくさん出てくるといいなと思いました今年ちょうどあの千葉県の船橋市がえ市内の先生にあのエヴァンジェリストっていって何人かねやる気のある先生にタブレット渡してという古賀市もやってたと思うんですがあの茨城県の。 そこからこう全体の底上げを図るという取り組み始めていてね、それぞれのやっぱりあのこの創意工夫ってあると思うんで、ぜひもっともっと教育委員会に出してほしいなというふうに個人的には思います。加瀬と先生、そしたら最後に研究テーマとして何がいいのかっていう。はい、えっと PC のあの四番をお願いいたします。えっと型を離れて型をむって、さっきあの型という。 ことがテーマだったんですこれはまあ鏡の言葉なんですけどもやはり日本のこうが情報を集めるのは得意なんだけどもどういうふうに磨きをかけてきちっと伝えていくのかというそこにはやっぱり最初型でどういう何が上位概念で何が海外概念だろうということをちゃんとやることが必要なんだろうとで私ちょっとこう考えてみたんですけどもこんなのとか。 あのそれぞれ右の方はあのこのバックグラウンドになった人の言葉ということでちょっと書かせてもらったんですが実践であるとか、えー、何かこうまずしっかり読もうという気になるようなテーマをいただきたいなと思います。以上でです中川先生いいかがでしょうこういうこ、まあ、と肯定感の うんあのー、今日ね本当にあの言葉が若干違って共通点として共通項としてやっぱりいくつか出てきたと思うので、まあ、その辺のところをうまくこう組み上げてご自身の地域や学校でどこをこう拡張してね、えー、取り上げていくのかっていうことをぜひ検討していただきたいなとこの環斗先生のプレゼンシートを見て改めて思いましたはいありがとうございましたちょっと私の方も一つだけ、えー、と5番を取っていただいて、えー、と私研究テーマはまあどういうふうな ものがいいいかということなんですが、えーまあ、個人で考え思考したり、まあ、グループで思考したりっていうふうな、まあ、比較的まあ論理的思考であるかあの違うかは別にしましても、まあ、こういうふうな対象となる内容を理解したりとか理解した内容を整理したり比較したりまとめて伝え合うってみたいなところが、えー、とこの先生側の授業改善の方が、まあ、主になってるか。 研究テーマが主になっていうところも多いかと思うんですがですけど子どもたちがどういうふうな理解の仕方とか理解をするための学び方をするとか。 整理の仕方をするとか要は子どもたち側にそういう風な理解の仕方、生整理の仕方、比較の仕方まとめ方みたいなものが習得されてないと駄目なわけですよねでその、えー、教,科後教科であるとか単元であるとかによるそのまとめ方のバラエティーさ比較の仕方のバラエティーさ整理の仕方のバラエティーさ伝え方のバラエティーさみたいなものをなんかこうそこに落とし込んだ研究っていうのがあっても参考になるのかなっていう風にちょっと思ったんです。要は教師側の 授業改善の仕方で教師側が何かを与えて子どもたちがそれで変わっていくではなくて子ども側にそういうふうな整理の仕方とか比較の仕方を与えておいて習得させておいてそれによって子どもたちがそれを選択しながら自分たちを変えていくみたいな研究っていうのはまあちょっと大きいのか分かりませんがあればいいのかなというふうにちょっと思ったんですが村松先生いかがでしょうかね。 型じゃないですけどもねこういうものっていうものを考え方まとめ方伝え方このような形をこれから主体的対話的深い学びとかねこのテーマの中でもやっぱ中心的になってくるものなのでこういうものを具体的に提示いただくと自分たちの学校はどこにここを重点化したらいいのかとかどこをフォーカスしたらいいのかっていうすごいなんか手がかりになっていただける内容かなっていうのを思いました。 ありがとうございましたあの。ちょっと時間が限られた中で、えー、今日は ICT を活用した主体的対話的で深い学びっていうことをテーマにお話をいただいて、えー、助成されている学校の先生方それからこれからまあ応募しようという先生方にとっての まあ留意点であるとかベスト事例であるとかをご紹介しながらお話を進めてまいりましたあの十分にパネルリストの先生方にはお話をしていただけなかった部分もあるかと思いますがこれでパネルディスカッションの方を閉じたいというふうに思いますああのどううもりがとございました堀田先生そしてパネルリストの先生方ありがとうございました。